ザインアルテンキルヒエン伯爵領、1803年ザインアルテンキルヒエン、伯爵領は、新生ローマ帝国の帝国直属身分の両方。現在のドイツラインラントプファルツ州のベスターバルト、地方に存在した。1636年にザイン伯爵領の分割相続により成立した。首都は12世紀よりザイン伯爵領に属していたアルテンキルヒエンであった。 1606年にザイン伯爵家の家系が途絶えると、冒険のザインビトゲンシュタイン伯爵家から芸子が迎えられ、ザインビトゲンシュタインザイン家を称した。しかし、同家の男子相続者も1636年には、絶えた。最後の伯爵であった、ルートビヒの二人の姉妹、エルネスティーネとヨハネッテが、1652年にザイン伯爵寮を分割相続した。前者は、 ザインハヒエンブルク伯爵領を、後者はザインアルテンキルヒエン伯爵領をそれぞれ受け取った。ヨハネッテは、ヘッセンダルムシュタット砲伯ルートビヒ5世の息子である、ヘッセンブラウバフ派砲伯ヨハンと結婚したが、子供のないまま死別し、ザクセンアイゼナハ公ヨハンゲオルク1世と再婚した。アルテンキルヒエン伯領は1764年まで、ザクセンアイゼナハ公爵家に属した ブランデンブルク・アンスバッハ編協白化に受け継がれた。1791年にはアンスバッハ公領とともにブランデンブルクプロイセンに併合されている。1803年2月の帝国代表者会議主要決議ではアルテンキルヒエムはナッサウ・人間ン公領にその領有が認められた。ウジン公領が1806年ナッサウ・バイルブルク公領と合法して ナッサウ公国を形成するとともに、アルテン・キルヒエンも、その一部となった。1815年のウィーン会議の決定により、ザイン・アルテン・キルヒエンは、プロイセン王国の統治下に入り、コブレンツ行政官区のアルテン・キルヒエン軍として、再編された。1946年には、ラインラントプ・ファルツ州の一部に組み込まれた。ありがとうございます。